2019年撮影、篠田博之は、日本の編集者、ジャーナリスト、月刊、はじめ編集長、ますよみ編集長、創出版社長、コミック表現の自由を守る、会事務局長、日本ペンクラブ言論表現委員会副委員長、茨城県出身、茨城県立美戸第一高等学校を経て、1976年に、一橋大学経済学部卒業、 当時の一橋大生は、商社や銀行にフリーパスであったが、そういった深度に疑問を感じ、雑誌ジャーナリズムを志して、大学卒業後制作事法者に入社。1980年、制作事法者を退社し総合評論者入社。月刊、はじめ編集部所属。1981年の月刊、はじめ編集長就任後、徐々にメディア批評視化を進める。 1982年、月刊、はじめ編集者3人で創出版設立。1994年、創出版代表取締役。もともと学生運動に参加していた立場からか、左翼リベラル的なスタンスで雑誌制作に携わり、獄中からの手紙を通じて、犯罪者にも発言の場を与えるなど、異色の雑誌編集を続けている。 北朝鮮に渡ったヨド号グループの声を取り上げてきた、他、連続幼女殺害事件の死刑囚、宮崎努などに手記を発表させている。交友の幅も広く、同業者である、様々なジャーナリスト、文筆家や、大手マスコミ関係者と面識があり、スタンスの異なる人物とも交流を持ち、花田和義、一水会の鈴木国夫などとも親しい。最近は、氷垣隆に、 はじめについて、独裁体質、マチキ金に手を出したなどと批判され、事実無根と反論する、内容証明を送付するなど論争となった。ありがとうございます。